荒木義郎は、日本の銀行家。富士銀行当取、会長、全国銀行協会連合会会長、経済同友会副代表幹事を歴任した。富立高等学校を経て、京都帝国大学法学部を学徒出陣で繰り上げ、卒業。陸軍経理学校で学び主継承校で終戦を迎える。福音後、1945年は秋に、 安田銀行に入行。本店の貸付審査部門を長く担当し、本所、広島の支店長を歴任した。1970年に取締役に選任。1973年に常務。1975年に副頭取。1981年に頭取。1987年に会長に退く。また、 全国銀行協会連合会会長を二度務めた、ほか、経済同友会副代表幹事を六年間にわたり、務めた。経営に関して、企業のトップやリーダーは、まず体が丈夫でなければなりません。体が弱ければ、必ず気も弱くなる。それと若い頃から全速力で走ること、息が切れるようじゃ上に進む資格はない。など、啓発的な提言もしていた。 学生時代から36歳までバスケットボールを続け、首相と監督も担った。草月流の師範であったほか、バラ栽培、写真を趣味とするなど多芸多才であった。1989年6月3日、肺炎のため、慶応義塾大学病院で死去。67歳。ありがとうございます。